エデン・アザールさんが自分のキャリアに対し本音を暴露してしまう。クリスティアーノ・ロナウドのようなキャリアを歩むことはできなかっただろうね。トレーニング後に冷たい風呂に1時間も入る？いやいや、それよりもおとなしく友達とトランプをしたりビールを飲んだりしていたかったよ。暴飲暴食してたというわけじゃないよ。毎日マクドナルドに行っていたというわけでもない。プロとして16年もあのように続けられる人はいないよ。私はただ単に何も気にしなかっただけ。友達と食べたり飲んだりするのが好きだった。40歳までプレーしたいのでなければダイエットなんて意味がない。自分の場合そうならないってことは分かっていた。アザールは十分楽しませてくれたよ。しかも本人が満足なら問題ない。やっぱクリロナって選手から見ても異常なんだな。自分の人生の選択なのにファンに叩かれるのはいろいろと考えさせられるな。てかアザールは短命のイメージあるけど、ウィンガーで10年近く活躍してんだから普通にキャリア長い。それでもやっぱり完全究極体のアザールを見てみたかったと思ってしまう自分がいる。並大抵の努力ではあんなプレーはできないから謙遜してるだけで相当トレーニングはしてたはず。しっかりと自分の幸せを考えてキャリアを構築できる選手ってどれくらいいるんかな。ファンのあり方も大事だよね。でも幸せなら OK です。おすすめ動画は概要欄から。チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。